阿部でございます。ご紹介どうもありがとうございます。うん、本日は再生可能エネルギーを貯める蓄電池という内容で、お話をさせていただきたいと思います。まず世界の一次エネルギーなんですけども、まあ、これ少し古いデータですが、再生可能エネルギーですね。すいません、ちょっとここ英語になってしまってるんですけども、まあ、ここはリニューアブル、これが再生可能エネルギーでして、まあ、現在が2018年ですので、まあ、皆様ご承知の通り、まあ、ほとんどの一次エネルギーっていうのは石油やガス、それから石炭で、まあ、になっていると。でそれから昨今原子力をできるだけ使わないようにはしていますけども、まあ、それも少しあり、でまた水力でリニューバブルですね、ここが水力再生可能エネルギーですけども、まあ、これがあまり伸びてないという現状です。で、まあ、これはなんとか伸ばしていこうというのが、まあ、今後の、世界の方向性にはなっているんですけども、まあ、現状まだまだ再生可能エネルギーは少なくなっています。で再生可能エネルギーにこれを入れるかどうかってなかなか難しいんですけども、まあ、水力の、はどれくらい世界で需要があるかといいますと、実は中国が一番水力をよく使ってまして、でその次にブラジルですね、それからまあカナダで、アメリカ、ロシア、インド、ノルウェー、日本はまあここの辺に来てます。まあ日本でいうと黒部ダムが非常に有名ですけども、でまあ、これ見ていただきますと、例えばカナダなんかですと、377、これビリオンキロワットですから非常に想像しにくいんですけども、ものすごく多く水力が非常に大きな位置を占めております。でカナダ非常に水力が多くありますの でこれを使ってカナダは何をしているかっていうと、例えばアルミニウムを作る。で実はアルミニウム、後で少しだけ話が出ますけども、アルミニウムっていうのは実は電気を使ってアルミニウムを作ります。ですので日本なんかですと電気代が非常に高いので、アルミっていうのがもうほとんど作れなくなってます。実は一社だけ日本軽金属さんっていうところがアルミニウム作ってたんですけども、まあ、そこの会社さんも最近も辞められまして、まあ、やはりその電気代が高いところでアルミニウムは作れないと。で、まあ、現状は例えばカナダとか、それからまあ南アフリカとか、まあ、非常に電気代の安いところでもアルミを作っていると。で、まあ、このカナダなんかはこの水力がその電力を担っているわけです。で再生可能エネルギーって言いますと、まあ、いろんな定義があるんですけども、まあ、その人が生きているその時間スケールで、まあ、再生可能なものと。ということですので、一番有名なものですと、もちろん皆さんご存知の通り、太陽光、それから風力、それから地熱。で水力はちょっと微妙でして、水力は何で微妙かって言いますと、まあ、ダムを作るときに非常に大きなエネルギー使いますので、まあ、これは少し微妙になってきます。で、まあ、こういうものをどう使うかっていうことなんですけども、まあ、一つはこれ積水ハウスさんのいい、ホームページをずっと見てますと非常に綺麗な図がありましたので、ちょっとこれを使ってご紹介させていただきますと、太陽光ソーラーパネルを、まあ、上にこの屋根に置いて、まあ、ここに書いてますけども作るですね、総エネですね、エネルギーを作る。でそれからここにもう一つありますけども、ここ省エネですね、今日の本題ですけども、これが蓄電池、エネルギーを貯める。でまあこういうふうな省エネとそれから総エネをうまいこと組み合わすことによって、まあ、化石燃料に頼らない生活が可能であるということになります。でもう一つまあ、こういうふうな使い方は非常に理想的なんですけども、例えば日本ではないですけども、砂漠にですね、もう一面に、ソーラーパネルをずらっと並べると。でその時にそのソーラーパネルで得られる電気をどう使うか、まあ、一つがその物を作るっていうやり方だと思います。で、まあ、例えばそれで水素を作ると。で水素を作って
水素酸素の例えば燃料電池を動かしましょうというのは、まあ一つの考え方です。で、まあものづくりがうまいこといかなければ、もう一つは貯めようと。で、これがこれは実はですね、北海道電力さんの、右側がですねソーラーパネルでして、で左側が住友電工さんの、これは蓄電池です。後で話をさせていただきますと、これはレドックスフロー電池って言いまして、非常に大きな設備なんですけども、このレドックスフロー電池を使ってこの太陽光を、まあ、貯めているということを行っています。で、まあ、ここから蓄電池の話になるんですけども、蓄電池と、例えば電気屋さんに行くとですね、充電池とかっていうふうな書き方されてる時あるんですけども、あれは間違いで、あれは造語でして、蓄電池もしくは二次電池って言います。充電できる電池のことを蓄電池もしくは二次電池って言うんですけども、これから少し電池の話をさせていただきます。電池最初に見つけたのはですね、ご存知の方もおられるかもしれないですが、ボルタっていうイタリアのですね科学者です。で、ちょっと名前が消えてます、ね、この人がボルタさんですね。で、この左上の人がこれガルバニさんっていう人で、実は非常に有名な話がありまして、このガルバニさんっていうのもイタリアの科学者なんですけども、実はカエルのですね、カエルに2つの異なった金属をカエルにですね当てたと。で、そうするとピク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 カエルが動いたっていうので、これはそのアニマルエレクトリシティだと、動物電気だっていうふうにこのガルバニさんが考えたわけですね。で、当時ボルタさんもそれは面白いということで、じゃあ自分もやってみようということをされました。で、そうするとなかなか再現実験ができなくて、どうもこれは違うんちゃうかということになったわけです。で、ボルタさんはそこで、まあ、電池っていうのを、まあ、見つけまして、2つの異なる金属ですね、2つの異なる金属と、それからイオンを流すもの、まあ、例えば、お酢とかですね、それから果物の汁とか、そういうのを使ってやるとこれは電気が流れるっていうのを見つけました。で、これ当時1800年ぐらいですので、どうやってやられたかっていうと、これすごいんですけども、2つの金属を、まあ、例えばお酢みたいなものに入れますね。で、それで自分の舌でですね、自分の舌にその2つの金属を当てるんです。で、そうすると電気流れますよね。そうするとビクッとなるわけですね。で、これで当時はその電圧計なんかそんなありませんので、この金属はものすごく流れたとか、これはダメだったとかって言ってですね、ありとあらゆる金属を試されたんですね。これはすごいなと思いました。私初めてその電気科学って言いますか、電池の勉強した時に、もうこういう人本当天才じゃないかなと思いましたですね。で、まあそうやっていろんな金属を見つけられて、でボルタ電池っていうのができたんですけども、それは実演されたんですね。これ右側の写真がですね、ここにあるのが、これが電池です。で、この電池をつないで、発電させてるんですけども、ここにいるのがですね、ナポレオンですね。当時ナポレオンのところに行きまして、パリに行きまして、でそれでここのボルタさんがですね、実演、電池の実演してるんですね。で、その時に作った電池っていうのがこの左側にあるやつなんですけども、亜鉛っていう金属と、それから銅ですね。で、これをここにちょっと英語で申し訳ないんですが、ペーストボードって書いてますが、まあ、例えばその、まあ、ティッシュペーパーに海水ですね、塩水を浸したようなものでみたいなもので考えていただいたらいいんですけども、それをずっと積み重ねていくわけです。まあ、これは実は自宅でもできまして、10円玉ですね、あれ青銅ですので、で10円玉とそれから1円玉アルミニウムですね。で、1円玉がマイナス極になりまして、で10円玉がプラス極になります。で、それを塩水に使ったティッシュペーパーでお挟んでずっと積み重ねていくと、全く同じようなものができます。
で、これはボルタイクパイルって言ってすごく有名なんですけども、これをずっと積み重ねていきまして、これ結局電池をずっと直列にしていってますので、ものすごく電圧が出るわけですね。で、ものすごく電圧が出るんで、電流が少しでもものすごくこれパワーを持った電池を作ったというのが1800年ぐらいです。で、ここからですね、少しだけ動画をで楽しんでいただきたいんですけども、今言いました2つの金属ですね、亜鉛と銅を使って、で、それから果物を使うと、これ果物電池ができます。で、この果物電池を作るだけだったらあんまり面白くないんですけども、 LED が光るぐらいで、で、これをですね、ざーっとつないで、このスマホですね、 iPhone が充電できるかっていうのを見ていただきます。最後は、Great Deal Patience って、もう苦痛だけしかなかったとかっていうような、英語が出てますけども、iPhone を充電できるのはできるんですけども、途中で数字出てましたが、2380個のオレンジのスライスを切って、で、それに一つ一つですね、亜鉛と銅を差し込んでいって、で、それでずっと電池を組んで、ようやく iPhone が充電できるということになります。で、私が今持ってるようなこのスマホですと、ものすごく小さなリチウムイオン電池が入ってるんですけども、これだと大体1時間ぐらいで充電できますが、先ほどの果物電池ですと、10何時間とかですね、20時間とかかかるわけですね。ですから、いかに最近のその電池っていうのが非常に高性能であるかっていうのを、この動画で分かっていただけたかと思います。で、これが要するに2つの異なる金属を使えば電池ができますよという話なんですけども、その後ですね、今の電池は充電できませんので、いわゆる一次電池っていうふうになります。で、例えば皆さんがお使いの乾電池とかですね、アルカリ乾電池とか、辺は全部一次電池です。で、非常に一次電池はいろんな電池があります。例えば私今使っているこの時計の中には銀電池っていうものが入ってまして、いろんな電池があります。で、二次電池っていうのはですね、実は少なくてですね、今世の中で普通に私たちが見れる使える二次電池っていうのは4つです。そのうちの1つがこのプランテさんが、発明された鉛蓄電池ですね。で、この鉛蓄電池っていうのは多分一番皆様に皆さんが、よく馴染みのあるっていうのは車ですね。車の中に入っているバッテリーっていうのはこの鉛蓄電池です。で、車とかそれからバイクですね、いわゆるバッテリーはこの鉛蓄電池を使っています。これが最初の二次電池です。これも1800年にボルタが見つけてから、よくこういう二次電池を見つけたなっていうのは非常に感心したんですけども、で、その後ですね、実は40年後にもう一つの 電池が、蓄電池が発明されました。これはユングナーさんっていう方が 32歳の時ですね。32歳の時に 失礼しました。33歳かな、32歳か、忘れましたけども、ユングナーさん非常に若い時にこのニッカド電池っていうのを見つけられました。ニッカド電池っていうのはニッケル水素電池とかリチウムイオン電池が出るまではかなり皆さん使われてたと思います。私も覚えてますのは男性のシェーバーですね。シェーバー、昔のシェーバーってやっぱガッとものすごい重たかったですね。重たかったんですけども、中にはニッカド電池が入っています。で、それから最近ニッカド電池、カドミウムがですね、環境の規制になってまして、対象になってまして、ヨーロッパなんかではニッカド電池が非常に規制が厳しくなってます。ですけども、非常にこれも優れた電池で、実は飛行機の中の電池ですね、あれはかなりニッカド電池が入っています。で、最近のボーイング787はリチウムイオン電池積んでますけども、それ以外はほとんどニッカド電池が積まれています。 で、少しだけ化学反応式をちょっと出させていただくんですけども、鉛蓄電池とですね、ニッカド電池って実は非常に奇跡的な化学反応って、ここに書いてますけども、非常にすごい反応を使っています。どういうことかと言いますと、鉛蓄電池のマイナス極は鉛を使います。鉛ですから、これ金属です。で、この金属が硫酸と反応しまして、実はこの硫酸鉛っていうのができます。これですね、硫酸鉛っていうのができます。
で、この硫酸鉛っていうのは絶縁体って言いまして、これ電子を流さないんですね。で、そうすると最初の金属から電池を使ってる時に絶縁体になってしまうと、電子を流さないものになってしまう。で、その後ですね、例えばアダプターにつないで、で充電しようと。で、そうすると電子を通さないものに電気を流してもう一回金属に戻してるんですね。これが鉛蓄電池のマイナス極の反応なんです。で、プラス極もまあ似たようなことをやってるんですけども、私が助教授になった時にこの電池、鉛蓄電池の少し話をしないといけない時に、まあ、困ってしまいましてですね、そんな電子を電気を流さないものに電気を流してどうやって金属に戻すんだろうということがもう非常に不思議でしょうがなかったです。まあ、それでかなり勉強して途中でまあ分かってきたんですけども、ちょっとその辺の話はややこしいんでここでは割愛しますが、まあ、かなり奇跡的な化学反応を使っているっていうのが鉛蓄電池です。実はニッカド電池っていうのもマイナス極は同じようにこのカドミウムですね、これが金属で、それからそれが電池を使うと水酸化カドミウムっていうものになるんですけども、まあ、これもやっぱ電気を通しにくい材料になります。で、1899年にニッカド電池が見つかった後、実はエジソンですね、エジソンもかなり電池を研究してました。で、やはりエジソンっていうのはやっぱさすがに役に立つものを作りたいという方針でずっと発明をされてましたので、まあ、当然電池もその一つの対象になったわけですね。で、エジソンが考えたのは、当時ですね、自動車って言いますとガソリンエンジンがありませんでしたので、自動車といえば電気自動車になります。で、電気自動車で当然電源は電池です。で、その電気自動車を普及させたいって、まあ、エジソンが考えまして、で、まあ、その時に考えたのは、例えばニッカド電池でもいいんですけども、カドミウムみたいなものを使うんじゃなくてもっと安いものと。で、それでエジソンが考えたのは鉄を使おうということを考えました。で、それでニッケル鉄っていう電池を、まあ、考えたわけですけども、まあ、実はこれ非常に問題がありまして、マイナス極でどうしても水が分解しましてですね、水素が出てしまうと。ということでなかなか使えなかったので、それをずっとまあエジソンは改良を重ねて、まあ、1910年ぐらいに結構いい電池ができたということだったんですけども、実は1908年に当時そのフォードですね、フォードさん、今のアメリカの自動車会社のフォードの創始者がこの内燃機関ですね、エンジンをまあ発明したわけです。で、そうするとまあ、面倒くさい電池なんか使わんでももうエンジンがありますので、エンジンで車が動くようになって、一気に自動車の価格がぐっと下がりまして、それでみんな一般に自動車が普及するようになったと。ですので、まあこの時点で電気自動車っていうのがほぼ開発がストップしました。ですから今電気自動車って非常に言葉が、まあ、いろんなところで聞くかと思いますけども、実は1910年前ぐらいまでは自動車といえば電気自動車でした。で、そこからですね、実にそのニッカド電池が見つかったのが1899年で、そこから91年間かかりまして、次の電池、蓄電池が出たのがニッケル水素化物電池です。まあ、一般的にはよくみんな皆さんニッケル水素って言いますけども、ニッケル水素電池ができたのが1990年ですね。当時の松下電池さんと、それから三洋電機さんが11月に発売したのがこのニッケル水素電池です。で、このニッケル水素電池非常によくできてまして、エネルギー密度もものすごく高くていい電池です。後で少しご紹介しますけども、非常に素晴らしい電池なんですけども、残念ながらこのニッケル水素電池がガーって広まる前にリチウムイオン電池ができたんですね。ソニーさんが1991年にリチウムイオン電池を開発されました。で、ちょうど私も少し覚えてるんですけども、ちょうど大学の2回生か3回生ぐらいだったと思うんですが、テレビのコマーシャルでですね、ハンディカムで手のパスポートサイズっていうそのビデオですね、出された。で、パスポートサイズのビデオにちょうど入るような電池を作ったのがソニーさんです。で、これで1991年にこの2つの、まあ
非常に素晴らしい蓄電池ができました。でちょっとインターカレーション反応を用いた新しい電池系の出現っていう、まあ、少し専門的な言葉を書いてますけども、これどういうことかと言いますと、ニッケル水素電池っていうのは実は反応をよくよく見ると非常に簡単で、 H プラスですね、水素イオンが行ったり来たりすると、プラス極とマイナス極を行ったり来たりするっていうのがニッケル水素化物電池でして、でリチウムイオン電池っていうのは、まあ、皆さんご存知かもしれないですけども、リチウムイオンが行ったり来たりすると。でこのリチウムイオン電池でいきますと、ここのマイナス極にですね、黒鉛ですね、鉛筆の芯ですの材料ですけれども、黒鉛が使われてまして、ここですね、こっちが黒鉛 でプラス極には金属酸化物っていうものが使われてます。でマイナス極の黒鉛の中にリチウムイオンが入るんですね。実はこれ入るとですね、非常に面白い反応でして、黒鉛って真っ黒じゃないですか。真っ黒がですね、リチウムイオンが入ると金色になります。すごくもう明確な金色になるんですね。これこの反応が楽しくて、実は私学生時代これよく作って遊んでたんですけども、おすごい金色になるなと。で金色になったなると充電が終了しまして、でそれから電池を使うとリチウムイオンがこの黒鉛の中からどん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 出ていって、またなくなると、でまた充電を始めるというようなものがリチウムイオン電池です。で、まあ、こういうふうにその黒鉛の中にリチウムイオンが急増されるんですね。でこういうのをインターカレーション反応っていうんですけども、インターカレーションっていうのは語源がですね、ウルウ年です。2月の29にカレンダーにウルウ年の時に2月の29を29をポッと入れて、でウルウ年じゃなかったら外すと、これがインターカレーションということですので、母体を壊さずに入ったり出たりするっていうのがインターカレーション反応。で、まあ、こういうふうな反応を使ったものがニッケル水素蓄電池と、それからリチウムイオン電池です。でそうすると何が残ったかと言いますと、これ当時のですね、昔の携帯電話です。1985年ですと、ここ見ていただきますと、重さが3キロです。で連続通話時間が40分しかないと。でそれがだん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 、まあ、改良されまして、1987年には重さが 900g で連続通話時間が60分になったんですけども、これがニッケル水素、それからリチウムイオン電池ができまして、まあ、ものすごく小型軽量化がになったというのが現状です。それでそのニッケル水素化物蓄電池ですけども、これ今よく使われてますの、どこに使われてるかっていいます と、Nループってご存知ですかね。これ乾電池は使い捨てですけども、この Nループは何回も何回も充電できると。で実はこれ当時ですね、三洋電機さんが作られてたんですけども、パナソニックさんと三洋電機さんが合併してまして、で独禁法になんか引っかかったかどうかはちょっと忘れましたけども、それで今はFDK さんというところで作られています。でこの電池ですね、もう2000回ぐらい使えるんですね。でこの間FDK の方とちょっと喋ってたんですけど、もうあまりにも長く持ちすぎるんで売れないんだと投げてられました。まあ、いいのを作れば作るほど困ってしまうという典型例ですね。それからもう一つはですね、これは1997年に出たトヨタさんから出されたプリウスですね。1990年に電池ができて、97年にハイブリッド自動車に使われたと。これは自動車会社の方に言わすと、もうこれは驚異的なことだと。普通自動車っていうのは開発にそんな短い期間でできなくて、もう15年はかかるんだと。まあ、実際の燃料電池なんかですと、私ちょうど覚えてますのは、小泉首相が、当時の小泉首相が燃料電池自動車やるぞと。で、トヨタさん、ホンダさんが、日産さんが、まあ、やろうと。っていうのが2004年で、で当時の燃料電池自動車っていうのは、これ非常に面白い話があるんですけれども、1台1億300万円で。1億円が燃料電池 のコストだというので、まあ、そこから始まったわけですね。で最近ミライっていうトヨタさんが出された燃料電池自動車がありますけれども、まあそこまでかかっていますから、あれでまあ10年以上かかっていますね。まあ、ですからこのプリウスなんかは非常に短い期間で出されたと。
で、このまあちょうど1997年に市販されて、そこからですね、まあ、10年後にも爆発的にヒットされて、まあ、今皆さんもひょっとするとプリウス乗られてるかもしれないですけども、燃費がものすごく今向上しています。でこれがまあニッケル水素化物蓄電池です。でリチウムイオン電池はもうよくよく皆さん使われているのでご存知だと思いますけども、まあ、モバイル用の小型携帯機器から、それから、電気自動車までですね、これは幅広く使われていると。で、まあ、特に最近ですとやっぱり電気自動車に、よく使われてまして、まあ、有名なのがアメリカのテスラモータースですね。テスラさんっていうのが非常に電池をですね、車体の下に1万個ぐらい詰めまして、こういう、非常に炭酸ぐらいの電池を1万個ぐらい敷き詰めて、それで、電気自動車を作ったと。まあ、その電池はパナソニックさんが作られています。まあ、非常に高性能なリチウムイオン電池を1万個ですから積んでますから、ものすごく航続距離が伸びたというのがテスラさんが作られた電気自動車です。でリチウムイオン電池のですね、開発の歴史っていうのを少しだけご紹介させていただきたいんですけども、これはまず1979年にですね、グッドイナフ先生って、これはなんかすごい名前ですね。グッドイナフってもう十分に良いっていう、もうグッドイナフ先生です。グッドイナフ先生が当時イギリスにおられたんですけども、その時に、正極材料ですね、プラス極の材料のこのリチウムコバルトオキサイドっていうのを見つけられました。実はですね、これはグッドイナフ先生の業績になってるんですけど、本当はですね、その当時、水島浩一さんっていう方がグッドイナフ先生のところに留学されてましてですね、実はその方がこの材料を見つけたんですね。で実際に論文でも特許でも水島浩一グッドイナフになっています。ですからグッドイナフ先生はその後いろんなリチウムイオン電池の材料を開発されたんですけれども、最初のやつはですね、実は日本人の水島浩一さんが見つけられました。でその後2年後にですね、三洋電機の池田博之助さんっていう方がおられるんですけれども、当時研究所長だった池田さんがですね、黒鉛を使おうと、リチウムイオン電池のマイナス極に黒鉛を使うという特許を出されまして、この特許が非常に素晴らしい特許でして、ここでマイナス極が見つかりました。でこのグドイナフ先生とそれから池田先生っていうのは非常に今お年でして、グドイナフ先生確か95歳だったと思いますけれども、私92歳ぐらいの時にお会いしてまだまだ元気なんで、まだ大丈夫かなと思ってるんですけれども、まあ、早くノーベル賞をあげたらいいのになと思ってるんですが、でグッドイナフ先生とそれから池田博之助先生も今89歳かな、89歳なので、ぜひお二人にノーベル賞と思ってるんですが、まあ、なかなか、リチウムイオン電池ではなかなかまだノーベル賞が出ないです。でそれからこの1985年ですね、旭化成さんが炭素とそれからこのリチウムコバルトオキサイドっていう正極材料を用いた二次電池の特許を出されて、まあ、これが最初のリチウムイオン電池の特許って言われています。でこの特許に関わったのが吉野明さんという方で、吉野さんというのはここ の私が今いる工業科学科 の大先輩です。で、いろいろありまして91年にソニーさんが市販されたと、まあ、ここまで来るのに12年ぐらいかかってるんですけども、まあ、この12年っていう期間っていうのも実は電池開発にしてはものすごく短い期間でリチウムイオン電池が開発されています。それで今 そのリチウムイオン電池の問題点っていうのはどこにあるかということなんですけども、実はものすごくエネルギー密度は高くなります、リチウムイオン電池っていうのは。で、まあ、最近の特にスマホですと結構1回充電すると割と使えるっていうのが皆さん実感されてると思うんですけども、一番の今の課題っていうのは、まあ、もちろん安全性とかっていうのもあるんですけども、実は充電時間ですね。例えばこのスマホを1時間で充電するんじゃなくて、もうスッとそこでアダプターに挿したら10分ぐらいで充電してほしいというのを多分思われていると思うんです。で、まあ、特にですね、電気自動車ですね、これがやっぱり問題でして、自宅で電気自動車の充電をするともう10時間とか平気でかかってしまいます。でこれを何とかしないといけないと。で今急速充電をしましても、例えばここで今挙げてますこの右側のこの自動車ですね、これアイミーブって言いまして、これは三菱自動車さんが出されているものです。
でこの電池はちょうどこの京都にあります GS 岩佐さんが作られてるんですけども、これのやっぱ充電時間がですねなかなか短くならないと。でこれをまあいかにしてするかっていうところが非常に今の喫緊の課題になっています。でまあ、私もトヨタさんとか日産さんとずっと共同研究で今いかにして充電時間を早くするかっていう、まあ、研究をしてるんですけども、まあ、なかなか難しいというのが現状です。で、まあ、そうするとですね、まあ、もうリチウムイオン電池が今実はエネルギー密度も一番高いものなんですけども、後でちょっとお示ししますが、まあ、そうするとやはり次の研究の方向としてはリチウムイオン電池をいかに高性能化していくかいうことと、それからもう一つですね、リチウムイオン電池に次ぐ電池が出ないかということになります。で、まあ、それから、次世代電池っていう考え方でいきますと、今日の本題であります再生可能エネルギーを貯める蓄電池ですね。でこの、まあ、考え方はいろいろありまして、再生可能エネルギーを貯めるっていうことですから、ものすごく大きなエネルギーを貯めたいとということは、いっぱい電池を作らないといけませんので、できるだけ安全で安いものが作りたいと。エネルギー密度は犠牲にしてもそういうところを焦点を当てたいというような考え方になります。で今もう一度繰り返すことになりますけども、再生可能エネルギーのための蓄電池の条件っていうのは、まあ、ある程度のエネルギー密度を持ってて、でそれから安価で安全であるということになります。でそうするとですね、まずエネルギー密度っていうのを見ていただきたいんですけども、これちょっと いろいろごちゃごちゃごちゃっと数字が書いてますが、左側の、下から2つ目ですね、重量エネルギー密度、これはどれくらいのエネルギーをどれくらいの重さ単位あたりの重さで持っているかっていうのが重量エネルギー密度でして、その下は体積ですね。まあ、ちょっと分かりにくいので、重量エネルギー密度で見ますと、日課土電池だと 36.6 ワットアワーと、それからニッケル水素ですと108ワットアワーで、鉛蓄電池ですと 28.3 ワットアワーで、リチウムイオン電池ですと250ワットアワーになります。ちょっとこのワットアワーっていうのが分かりにくいとは思うんですけれども、だいたい1家庭で1日に消費する電力量っていうのが 16.5 キロワットアワーですので、まあ、それで、なんとなく、考えていただければいいと思います。で先ほどの少し戻りますと、これですね、このアイミブっていうのがリチウムイオン電池を88個使ってるんですけども、直列にして使ってるんですけども、これがちょうど 16.5 キロワットアワーですね、 16,500 ワットアワーになります。まあですからこれこの表でいきますと、非常にリチウムイオン電池がですね、まあ、飛び抜けてエネルギー密度が高いかっていうのが分かるかと思います。で、まあ、そうなんですけども、じゃあこれを再生可能エネルギーに使おうかということになると、まあ、やっぱりいろんな課題があります。まあ、そういうことで、今実は再生可能エネルギーに使われている電池っていうのは3つございまして、で1つは最初の方で出てきましたレドックスフロー電池っていうやつです。これは住友電工さんが開発されているもので、今北海道で使われています。でそれからリチウムイオン電池、これは東北地方で再生可能エネルギーを貯めるために使われてまして、それから一番右がナス電池っていうんですけども、ちょっとこれなかなか聞かない電池系なんですけども、これは日本外資さんですね、 NGK さん、日本外資さんが作られている電池です。ナスっていうのはナトリウムを使っているということですね。ナトリウムと S っていうのは硫黄です。でこれを見ますと、ちょっと英語で申し訳なかったんですけども、左上がこれコストですね、それから次が安全性、それからライフですね、寿命、それから製造元なんですけども、これ見ますとレドックスフロー電池っていうのが、まあ、セベラル100ドルっていうことですから、まあ500-600ドルぐらいって考えていただいたんですけども、1キロワットアワーの電気に対してのコストが、まあ、大体 7-8 万円ぐらいだと。で真ん中のリチウムイオン電池2000ドルってなってますけど、これはちょっと言い過ぎで、もう少し安いです。まあ、10万円とか、もう少し10万円切るぐらいですね。
で、ナス電池がまあ大体4万円ぐらいだと。まあ、いうことで、コスト的に見ると、ナス電池とかレドックスプロ電池が非常に有利だということが分かるかと思います。で、後で出しますけれども、安全性ですね。これはレドックスプロ電池は水溶液使いますので、これ燃えませんので、非常に安全です。で、リチウムイオン電池とナス電池っていうのは、ちょっと危ないと。昔よくリチウムイオン電池が燃えた燃えたという話がありますけども、やはりちょっと使い方を間違えると燃えてしまいます。で、ナス電池もですね、少しだけ事故があったんですけども、このリチウムイオン電池もナス電池も現在は非常に安全性が高まっております。それから、ライフ寿命ですね。寿命はこの2つと3つともですね、それなりに寿命を持ってまして、レドックスプロ電池ですと20年、リチウムイオン電池ですと10から20年、ナス電池ですと15年ぐらいの寿命を持ってます。で、ちょっとナス電池ですね、分かりにくいと思いますので、日本会社さんのですね、日本会社さんにこのナス電池の紹介のビデオちょうだいよって言ったら、送っていただきましたんで、それを見ていただきます。常識を覆し、大容量の電力貯蔵を実現する日本外資のナス電池。ナス電池は大容量でありながらコンパクト。世界で初めて日本外資が実用化に成功したメガワット級蓄電池です。ナトリウムと硫黄の化学反応によって重放電を繰り返します。自己放電はなく、電解質がファインセラミックスなので長寿命。原料にレアメタルを使用していないことも特徴です。電力負荷を平準化できるナス電池はピーク対策や省エネルギーに役立つため、発電所から大口電力需要家まで幅広く活用されています。世界中で導入が進む風力や太陽光による再生可能エネルギー、その気象に左右されやすい不安定なエネルギーの品質を高めるために、ナス電池は欠かせません。発電状況に応じてナス電池が重放電を繰り返すことで電力を安定化しています。電力インフラが脆弱で不安定な山間部や離島、そのエリアで自立したエネルギーを安定的に供給するためのマイクログリッドにもナス電池は有効です。品質な電力が求められるシーンでもナス電池は活躍します。例えばこの製薬工場では、雷による停電や瞬時電圧低下の兆候を検出した場合、速やかに生産ラインやオフィスなどに電力供給し、設備の停止を回避します。より環境に優しい街を目指す環境配慮型都市スマートシティ、地域内で電力を融通し合うスマートグリッドの運用を支えているのが日本外資のナス電池です。このスマートシティでは、災害で停電になっても3日間にわたり通常の約6割程度の電力供給が可能です。次世代の電力システムを支える日本外資。これが ナス電池なんですけれども、非常に特徴的なのはナトリウム金属っていうのと、それから硫黄っていう、この2つのものすごく典型的な材料を使っています。で、実はですね、このナス電池って350度ぐらいで動かすんですけれども、そうすると金属が全部溶けてるんですね。で、溶けてますので、普通の電池っていうのは
電あのプラス極とマイナス極に固体を使ってであと液体を入れるんですけどもこれ逆でしてあの電極が2つもあの液体でで真ん中が固体というような、まあ、非常に特徴的な電池です。でそれからあの住友電工さんがの作られているレドックスフロ電池ですね。これあのこれも非常に面白いものでして実はあのバナジウムっていうものを使います。でプラス極はバナジウムの4プラスと5プラスというこういうあのイオンを使うんですけどもそれをくる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 ポンプで回すことに回してます。でマイナス極はこのバナジウムの2プラスと3プラスっていうのを回しましてでこれはあの、まあ、ちょっと専門的になるんですけど、まあ、触媒 の, あの反応を使いまして、この酸化数っていうんですけども4プラスと5プラスそれから2プラスと3プラスをまあ行ったり来たりさせることによって、この電池レドックスフロ電池っていうのが、まああの動くことになります。であのもう一度さっき の, あのいろんな電池の比較しますと、まあ、これが今の二次電池の現状なんですけども鉛蓄電池、ニッカド電池、ニッケル水素電池これも価格非常に安いです。で価格が非常に安いんですけどもエネルギー密度の問題や、まあ、他にあの毒性の問題などがありまして、なかなかその使いにくいと一方でリチウムイオン電池、ナス電池、レドックスフロ電池っていうのは、まあ、エネルギー密度はレドックスフロ電池っていうのはちょっと悪いんですけども、まあ、それなりにまあ使えるとで、まあ、今そのじゃあこれを超えるようなですね電池をやっぱり作らないといけないというのがまあ現状あの今の電池開発のまあ現状です。でまあその新しい電池開発っていうことになるんですけどもまずですねあの二次電池っていうのが、なぜ難しいかっていうのをあのまあ考える上でこの 0.99 の100乗と0.999 の100乗っていうのがこれ非常にあの分かりやすいんですけども、何を言いたいかといいますと電池っていうのは化学反応を使ってエネルギーを取り出します。でこれがあの私たちが電池を使っている時エネルギーを取り出す時は化学反応を使っているとでですね実は充電するアダプターにつないで充電する時は今度は電気を使ってそれを元通りに戻すっていうことをやります。これが充電です。ですから、充電っていうのは物を作ってるんですね。でそうすると今最初に100あったとします。でそれが1回あの全部使ってゼロになったと。でそれから充電して次に99まで戻ったと。そうすると100あった次が99だと。なかなかいいなと思ってしまうんですけどもその次は 99×0.99 になりますね。でこれをずっと繰り返していく。でじゃあ100回充電、放電、電池を使う充電を繰り返すとどうなるか。でこれを 99.9 まで持ってくる。この効率で持ってくるとどうなるかっていうのがこの 0.99 の100乗と 0.99 の100乗になります。そうするとですね、0.99 の100乗っていうのは 0.37 になるんですね。そうするともう100回充電するともう電池使えないということになります。で0.999 の100乗ですと、まあ、0.90 ですからいいんですけどもこれ例えば、電気自動車でですね1500回ぐらい充電をしたいという場合にどれくらいの効率が必要かといいますとここの参考って書いてますが 0.9995 ですね。ですから 99.95 ぐらいの効率がないと1500回充電放電にまあ耐えれないということになるんです。まあ、ですから充電して全く元にほとんどもう痕跡を残さず元通り戻さないと二次電池って蓄電池っていうのは使えないっていうのがこれで分かっていただけると思うんですけどもここが難しいんですね。でそうするとまあ何か電池作りましたとでまあ発電しましたで次に充電してあの戻しましたとでその時にですねこの 0.00 何パーセントの劣化っていうのをどうやって見つけるかとこれがまたものすごく大変でして。でまあ、実はこれはあの京都大学のですね宇治キャンパスっていうところがあるんですけどもそこでオールジャパン体制で、革新型の先端二次電池拠点みたいなのができてるんですが、まあ、そこでものすごくあの、いろんな、機器を使いましてですね最先端の機器を使ってそういう劣化を、まあ、捉える研究もあの行っています。でその新しい電池開発で
金属を使いたいと、黒鉛を使うんじゃなくて金属を使いたいっていうのが、まあ、昔から考え方としてありまして、じゃあリチウム金属を使いましょうと、ナトリウム金属を使いましょう。ナトリウム金属は、まあ、あのナス電池で使われてますけれども、まあ、じゃあ例えばマグネシウム電池を作りたいというふうなあの考え方がありまして、まあ、こういう電池系が今盛んに研究されています。で、まあ、ところがですね、実はリチウム金属を使った電池っていうのは1990年前にカナダのモリエナジーっていうところで実際市販されまして、で、まあ、ところがですね、非常にあの事故が起こってしまいまして、で電話をかけてる時にそれがまあ爆発したんですね。まあ、それでそのリチウム金属を使った電池っていうのができなくなったんですけども、まあ、現在は随分とそのまあテクノロジーが進歩してますので、まあ、なんとかこういう金属を使いこなしたいっていう電池系が盛んに研究されています。で、まあ、どんなものが使えるかっていいますと、まあ、ちょっとここはあの話があのややこしいんで、ここはちょっとあの割愛します。それでその金属を使うのはいいんですけども、アルカリ金属ですね、リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウムっていうのがアルカリ金属なんですけども、こういう金属は非常にですね、あの反応性が高くてマイナス極になります。で、こういうのはマイナス極になりやすいんですけども、非常にですね、あの使い方を間違うと危ないと。で、特にですね、水と反応がすごくします。で、これをちょっと動画で見ていただきたいんですけど、この動画結構面白くてですね、いろんなアルカリ金属を水に最後どん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 入れていって、どんな反応するかっていうのが見れます。で、ちょっとこれ申し訳ないんですけど、英語でして、で少しだけ説明いたしますと、リチウム金属のリチウムはこれ分かりやすくてリチウムです。で、ナトリウムはソディウムって言います。で、カリウムはポタシウムです。で、ルビディウム、シーズィウムって言います。で、あとはアルカリ金属ですので、アルカライメタルっていうのが出ます。で、それから最初の辺はですね、アルカリ金属、そのリチウムとかをカッターで切ったら、金属光沢で出るんですけども、それがスッと消える様子が見えます。それはコロージョンって言ってます。っていうところで、あとはまあ水との反応は見て楽しんでいただければと思いますので、ちょっとこれは動画を流します。これ1回生に見せるとすごく喜んでくれるんですけどリチウムからですね、だん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 反応性が水との反応が激しくなってくるんですけども、実は反応性という意味ではアルカリ金属ほとんど変わらないんですが、融点がですね、だん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 低くなってくるんですね。セシウムとかになりますと、だいたいちょうどこの夏すごく暑いので、もうドロドロ溶けてます。30度ちょっとなんで、融点がですから、まあ、この季節だともう確実に溶けてるんですね。私博士課程の学生の時にこのセシウムを拾ってまして、ガラスチューブの中に入っているセシウムをガラス切りで切ってパカッと開けて取り出そうとしたんです。で、当時ものすごく暑くて、でもう実験室エアコンなんかありませんでしたから、それでパカッと開けた瞬間にドロッて落ちたんですね。その瞬間に、あ、やってしまったと思って、もうそこの湿気とですね反応してバッと火がついて、で隣で後輩が有機油を拾ってたんですね。で、そこに油に引火しまして、もう3メーターぐらいのボーッと火柱が出たんですね。おお、すごいなとかって言って、まあ、後輩と眺めてたんですけど、まあ、その時に一番やってはいけないのは水をかけるですね。これをやるともう最悪になりますので、水と油混じ混ざらないので、で、まあ、いつもこういうことがあったらいけないなっていうんで、中華鍋みたいな蓋をですね、いつも用意してまして、まあ、バーッと火が出たらパカッとかぶせると、まあ、それで火が止まるんですけども、まあ、これ見ていただくように非常にアルカリ金属って割と危ないですね。で、まあ、こういう危ないものはマイナス極に非常になりやすくてですね、まあ、今後ですね、こういうものが使った電池がなるべく早く実用化できるっていうことを私も研究しながら期待してるんですけども、まあちょっと使うと危ないっていうのが分かっていただいたと思います。で、もう少しリチウムイオン電池をですね、のエネルギー密度を超えるどんなものがあるかっていうのだけ少しご紹介させていただきたいんですが、一つは金属二次電池っていうものがあります。あ、金属空気二次電池ですね。電池っていうのは閉ざされた空間の中にマイナス極とプラス極の材料をいかに詰めるかによってエネルギー密度が決まります。で、一方がですね、もし空気ですと空気入れる必要ありませんので、マイナス極だけをどん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 入れてやったらいいと。で、これが実用化されているのが実は亜鉛空気電池って言いまして、皆さん
補聴器をもし使われている方がおられたら、補聴器の中に入っている電池ですね、あれが亜鉛空気電池です。あれは一次電池なんですけども、あれをまあ二次電池化したいっていうのが一つの流れです。それからあの多価価値温電池っていうのは、あのマグネシウムとかカルシウムを使いましょうっていうのが、あのそういうものなんですけども、これはなかなか難しくてですね、私どもの研究室でマグネシウム電池8年間やりまして、もうあのマイナス極と液の方は非常にいいのを見つけて、これはできたなと、あとはあのプラス極だけだなと思ったんですけど、なかなかプラス極が難しくて、まあ、8年間やってもちょっとギブアップ宣言しました。でカルシウム金属電池っていうのはもっと難しくて、学生さんにあのちょうど4回生で入ってくる学生さんは何もわからないので、君カルシウムやるかとかって言ったらやりますとかって言うんで、よしやってとかって言って、でカルシウム金属電池を研究してもらったんですけども、まあ、3年間で全くデータが出なかったですね。でまあこれは困ったなと思って、君あの博士課程行くかとかって言ったら絶対行きませんとかって言われまして、であのその彼はですね、実はあのパナソニックに行きまして、でパナソニックであの新しい電池です、ナトリウムイオン電池っていうのをずっと研究してまして、これなかなかの大変な電池系なんですけど、彼にあの会った時に、あのナトリウムイオン電池やってるんやな、大変やなとかって言ったら、カルシウムほど全然大変じゃないですって言って、であの彼はナトリウムイオン電池で非常にあのマイナス極で、大発見をしてですね、なかなかあのやっぱり学生の時に難しいテーマを与えておくべきだなというのはあの思ったんですけども、まあ、あのそういうあのもので、まあ、なかなか難しい電池系です。で、まあ、そういうあの電池系があるんですけども、まあ、こういうのがあの今、世界各国であの競争領域になってまして、研究をされています。で少しだけあの、亜鉛空気電池の話なんですけども、これがあの亜鉛空気電池の一次電池ですね、パナソニックさんから出されているもので、まあ、これを二次電池化したいと。なんで二次電池化したいかっていうと、ここの重量エネルギー密度を見ていただくと分かりやすいんですけども、あのコイン電池ありますね、リチウムあの一次電池の、CR なんとかかんとかって書いてるやつ、あれ の, あのエネルギー密度がですね、リチウムが215に対して亜鉛空気電池466なんですね。やっぱりあの空気を中に入れない分、ものすごくエネルギー密度が上がります。で、まあ、これをなんとか二次電池化したいっていうので、まあ、うちの研究室でも、まあ、あの非常にあの、頑張ってあの研究をしてるんですけど、まあ、なかなかそれもあの課題があの非常に多くありまして、まだ、うまいこと言っておりますちょっとこれあの、割愛させていただきます。で、まあ、結局その、まあ、時代が求めるですねニーズに対して出てきましたあの二次電池なんですけども、まあ、これから再生可能エネルギーとか、それからまたあの電気自動車用にですね、いい電池をまあ作りたいと思ってるんですが、まだ基礎研究が十分にあの必要な段階で、数多くのブレイクスルーがまあ必要になっております。ご清聴どうもありがとうございました。